世界中の光の戦士の皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。新生ファイナルファンタジー14のスタートから11年、本当に長い期間、献身的な皆さんサポート、本当にいつもありがとうございます。ファイナルファンタジー14は次なる10年に向けてさらなる挑戦として、今回モバイル版の開発を発表させていただきました。こちらはファイナルファンタジー14本体をモバイル用に完全アレンジしたモバイルデバイス用の最新 MMORPG です。アレンジとはいえですね、ストーリーやバトルコンテンツなどその再現にはものすごい情熱と品質、それらを追求してライトスピードスタジオの皆さんが献身的に開発をしてくださっています。すでにファイナルファンタジー14をプレイしている皆さんも、そしてこれからファイナルファンタジー14の物語に触れてくださる皆さんも、ぜひぜひ今後の展開にご期待ください。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田でした。ファイナルファンタジー14モバイルリリース決定おめでとうございます。皆さんこんにちは、ファミ通の北口とふにふんです。今回の動画はついにリリースが決定したファイナルファンタジー14モバイルについて、ファイナルファンタジー14が大好きなプレイヤーと一緒にその内容を考察していこうという内容となっております。一緒にご出演いただくのはこの方々です。はい、ファミ通のポネ菊池です。FF14 はもう旧ファイナルファンタジー14からの付き合いなので、もうかれこれ15年みたいなね、15年選手といった感じです。今日はよろしくお願いします。ファミ通のユーミンはセブンです。FF14 はもう10年ほどプレイしてます。よろしくお願いします。ライトスピードスタジオさんからモバイル版としてリリースされることになりました。この動画はライトスピードスタジオさんの提供でお送りいたします。で、今回そのですね、告知動画が公式で公開されたんですけども、菊池さんまだ見てないと、ね、本当にガチの初見です、はい。まあ、ユーミンはちょっと見てもらったんですけど、菊池さんまだ見てないということで、初見でね、皆さんと一緒にまずは見ていきましょう。どうぞ、楽しみ。ブリが来た。これもここから、おー、こっからですよ。ほら、見たことあるでしょ、これ。俺いつものいつもの広瀬と開幕ウルタ派なんですね。これ実景像か、多分そうでしょ。綺麗ですね。うん、めっちゃ綺麗。これウルタ派っすよね。なんか3つの味の人、懐かしさするわけだよね。ほら、ラウバンもいるよ。これがゴールドさんで、ね、毎日行くとね、こう乗ってる。この段階から入ってるってことですね。あ、初期のやつ。ああ、これもね。ね。難しい。へえ。で、これが三大末の一つ、リムサ。なんか全然、はい、こうなんていうか、こう違和感がないっていうか、そうですよね。これ普通に14の画面になっちゃうよね。思いますね。 PC 版の画面になっちゃうよ、ね、思っちゃうよね。スマホ、今のスマホすげえな。マウントもね、いろんなのありますよと。なんか間違い探しみたいな感じになっちゃう。確かにそれぐらいクオリティがする。これが、グリダニアの街か、うん、水面の映り込みとか確かにあるしね。グリダニアの、ああ、そういうやつだね。並べる可愛い。この辺の音もまんまっすね。へえ。最近やれてないから。そしてタイタン。さあ、これバトルじゃないよ、これ。さあ、来たタイタン。できるってことですよ。できんじゃないの。やっぱりほら、F14 をね、体験するのは、これを体験してもらわないと嘘でしょ。めっちゃ面白いですからね、これで、ね、懐かしい。これほら、ドンドンってやってるよ。激震、ちゃぶ台マウンテンマスター。左フックね。そして超必殺技リミットブレイク、打っていく。倒したかな、これ。うわー、嬉しいねっつって言ってますね。凝ってますよね。そうなんですよ。お、聞こえる？私を一度砂の家に戻ってきてくれるかしら。呼び出しがないな。はい、ということで、はい、今すぐ登録という感じになっております。そのまますぎて、うん、ここが違うとか、はいはいはい、なんか
言えなかった。なんかそのまま過ぎて。え、これ PC 版なの？みたいな。いや、本当なんか。では改めてですね、注目ポイントについてもうちょっと、ね、深く話していきたいと思うんですけど、はい、なんか菊さんありますか？僕も完全初見なんで、はい、確信つきますよ。はい、ね、あの14自体は、うん、月額課金なわけじゃない、うんうん、これ PC 版ね、はい、うん、PC 版っていうか どんな感じになるの？これね、気になりますよね、はい、気になるでしょ。ちゃんとね、これ吉田さんのインタビュー動画っていうのは別に上がってるんですけど、うんうん、そこでお話しされてて、うん、ガチャがルートボックスはありませんと、はあはあ、いうことをおっしゃっていて、うん、少しのお金をいただくことで、うん、はい、まあ、長く続けていく仕組みにしたいというような旨のことをおっしゃってるんですね。なるほどね。っていうことはだから基本は無料、フリートゥープレイ、うん、すごいね、うん、いきなり遊べちゃうのじゃん。そういうことですよ。でも、うん、まあ、無料ってことは、うん、PS4、PS5 持っててっていう、うん、そうじゃない人たちが、うん、めちゃくちゃ増えるなって思うと、うんうん、すごいなんか世界広がっていいですよね。確かに。だってもうストーリーとかもう初めて見れるわけでしょ。すごいことじゃない。そうですね。なんかこうストーリーとかもやってる身からするとこう、うん、やっぱ漆黒とか行月のね、そうね、ちゃんと後のその拡張ディスクみたいなですね、後の拡張ディスクを申請をちゃんと、申請からグレーをちゃんと経た上で味わってほしいんですよ、うんうん、で正直ね、読み飛ばしてる人もいると思うんですよ。まあね、あ、でもなんか移動中とかに、うん、履修し直すきっかけにもなるんじゃないかなと思って移動中できるのはいいんだけど、ちょっと危険じゃない？なんか累戦がほらそうね、いいっていうからね、ストーリーね。でもそのぐらい手軽にできちゃって、ね、そうそう、移動中にちょっと進めるかみたいなね、ストーリーの再現性とかもね、すごいこだわってます、まあ、今見た感じだとね、うん、そのままだよね、そのままだと思います、ね、そうですね、まあ、基本的にはそのファイナルファンタジー14って、うん、その新生エオルゼアから拡張パックみたいなね、うん、その追加販売みたいなのがもう何本も何本も出てるんですけど、うん、まあ、基本的にはおそらく見た感じ、その最初の新生エオルゼアのストーリーなんじゃないかっていう、うん、まあそんな感じでしたね。見た感じね。そうですよね。今出てた画面は、うん、そのいわゆる 2.0 って言われてる、ね、そうですね、その新生エオルゼアの範囲っぽかった動画のね、最初の方であの、うん、ナナモ様とかラウバーンって言われてるキャラクターがいたんですけど、うん、まあ、結構そのファンにはおなじみのキャラですけど、まあ、その彼らが一番最初どういう道筋をたどってるかみたいなのが基本的に描かれるんじゃないかなっていうことで、まあ、進んでいくとね、もちろんその、まあ、お二人が泣いたようなねそのストーリーも体験できる可能性があると。まあ、もうずっと連綿とね、うん、あそこが続いていきますからね、うん、この暁、まあ、ちょっと詳しい話になっちゃう、暁のメンバーとかねやってもらって、まあ、あそこでやっぱ出会って、うん、つい最近だもんね、あの暁とのね、確かに脱線そうだけどなるほどね。あとその、うん、ちょっと菊さん言ってましたけど、プレイ時間が、まあ、うん、スマホだと短くなる可能性があるんじゃないですか、ね、細切れにプレイするかもって言ったじゃないですか、うんうん、そうするとバトルコンテンツはどうなるんでしょうね、まあ、戦い、タイタン戦とか出てましたけど、そうだよね、うん、で電車乗ってる間に まだフェーズの間に降りらんだよねなんかインターフェースはタッチメインになるんでしょうけど、うん、変わらないんですよね。その、まあ、そうね、吉田さんのインタビュー動画で、ね、ちょっと言ってましたよね、そのバーチャルスティックみたいな感じになるんじゃないかみたいな、想定ね、そう、想定、おそらくねっていうことは、やっぱプレイ感も変わるんですよね、スキル減ったりとかするんじゃないのかな、分かんないけど、ね、今基本的にその3秒に1回ぐらいスキルをボタンを押し続けるみたいな感じのゲームじゃないですか、うん、まあ、2.5秒、ね、グローバルクルダウンね、はい、でスキルも10個とか20個とかあるじゃないですか、うん、まあそうね、多分きっと減りますよね、多分おそらく、まあ、減るのか、なんかその今最近こうなんか14流れあるんだけど、うんうん、ワンボタンでこうどんどん切り替わっていくような、あ、そうそう、コンボも1ボタンをこうずっと押してるとつながるみたいな、割と操作しやすくなってる、もしモバイルとちょっと相性いいかもしれない、ね、うん、確かにそうかも、うん、確かに、ね、結構いろいろね気になるところがあるんですけども、うん、他にはですね、あのゴールド操作、ああ、ちょっと遊びも、はい、ああ、ありましたけど、コンシューマーとか PC 版で遊べるようなやつも入ってるけど、うん、あれ麻雀とかはまだなんかちょっと見えなかったじゃないですか。麻雀ね。でも相性めっちゃいいと思う。確かに。麻雀できたらいいよ。確かに。それこそさ、この FF14 って、うん、チャットツールというか、うんうん、まあ架空の空間じゃないけど、うん、なんか生活をする場として、うん、こう、そうだね、スマホでも設けられると、うん、非常にありがたいですね。うん、もう最強の麻雀ツールになるかもしれないよね。本編では結構バトルとかが散ってるけど、うんうん、スマホ版ではギャザラークラフターね、うんうん、あの別の暮らしね、別の暮らし、スローライフする人ですね、自給自足して使
作って大金持ちになるみたいな新しい遊び方もできるかもしれない、うん、私はこうしようかな、うん、確かにPC 版では全然やってなかった主釣りとかもねひたすらこれもその、PC 版コンシューマー版にありますけど、うん、あのハウジングっていう、はあね、お家作る遊びもあるじゃないですか、うんうん、あれとかも入ってほしいですよ ね、あれはもういいですもうそこで暮らしてますから、ね、家いじりしてねそう家いじりして家具でそれからですね、次が、初期種族とジョブなんですけども、うんうん初期種族はその 2.0 の時いた、うんまあ、種族、うん、それからジョブも申請の時のジョブ、9種類かな、うんなんじゃないかというのがこの動画でね、まあ、召喚師だけちょっと映ってなかったんですけどやっぱ順番で入ってくんだろうね、はいはい、感じだとじゃないとちょっとあ、ね、こう出てくる順番とかおかしかったよね、おかしかったでそこでちょっと僕気になるのが僕ってその初期はやってたけど最近ちょっと離れちゃったようなタイムプレイヤーなんですけど、うんうん、そのジョブごとの特徴的なその表示、うん、ハッドとかが、うん後半に加わったりしてるじゃないですか、はいはい、プレイが全然変わったりしてるジョブとかもあるじゃないですか、うんうん、だその辺とかももしかしたらそのコンテンツは 2.0 なんだけどそのジョブは最新とかになってるかもしれないですね、うん、そう、それ気になったんですよ、うん、パッチングで変わってくるところって結構あったんで、うんうんうんまあ、今ほらいろいろ積み重なってね、うんうんうん、もう改善に改善して、うんうん、今すごい騒ぎやすくなってるその状態で、うんうん遊べる可能性が高いよね、うん、吉田さんのインタビューを、うん、あの拝見するに、うん、めちゃくちゃ多分関数すごい力入れてやっていらっしゃるっていう感じなんで、うん、その辺とかめっちゃ気にされるんじゃないかなって、うん、するだろうね私は思うんですけど、うんね、開発されているライトスピードさんの情熱がすごいっていう話もされてて、はいはい、だそのストーリーを完全再現することとかにすごいこだわってると、うん、オリキャラ出たりとかそういう感じにはなんないんじゃないかなと思うんですけどそのミンフィリアの最後のボイスとかね、うんうん、ああいう展開もあったし、ね、で、うん、で菊池さんはその吉田さんとそのお付き合いが長いじゃないですか記事ずっと担当されて、まあ、コラムとかねそう、ね、吉田さんの性格的に、うんその監修作業 の, その感じとかってどうなのかな吉田さんが見るってなったら大変でしょうねよくそのいい意味でね、うんうん、やっぱちゃんとしてますから、うん、吉田さん見るからにはちゃんと文句も言う、うん、そのっていうやっぱスタンスだと思うんですよ、うん、吉田さんこれそもそもの運営は兄弟タイトルっておっしゃってましたよ、うん、兄弟タイトルのようにっておっしゃってたから多分、うん、開発とかあの見てはいらっしゃるけど、うん、運営とかは別物ってことは多分クロスプレイとかもおそらくないんでしょうそうだよねだって吉田さんってその、うん、開発者でありながらそのプレイヤーの気持ちってか、まあ、プレイヤーじゃんそうコアゲーマーですかそうそうそうだから結構吉田さんが厳しい、うん、その改善施策みたいなことを言ってもそれに対してライトスピードさんがすごい答えてくれるっていうのをされてるんでだからクオリティにはねかなり期待していいんじゃないかという感じはしますよその辺をこう今まですごくこう丁寧に、うん、あのやってくださったのが今のフォーティンじゃないですか、まあ、そうですね、そこを積み上げてきたものねそこをすごく大切にされてるんだろうなっていうのは私も思うんで、うん、っていうことですよ確かに、まあ、確かにこれ基本的に 2.0、うんじゃないそのモバイル版は、うん、でもその PC コンシューマー版って今 7.7 もうすぐ1ねそうだよね、はい、だから進行度にすごい差があるから、うんうん、きっとそういう感じにはならなくて、まあ、住み分けというかバトルシステムも多分違うだろうし、うん、安心してじゃないけど、うん、みんな同じスタートラインで始めやすいよね、うん、モバイルはね、うん、それ大事だね初期をやってた人間として一つ言いたいことがあって、うん、そのこれは既存の方向けなんですけど昔のコンテンツをその昔の難しさでやれるチャンスかもしれないぞと確かにそうクリスタルタワーをそうとか大迷宮バームートとかさあツイスターだよとか言ってからぐるぐる回すさあそういう側面も確かにあるそう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 操作も変わるんだったら、うん、別物としてまたあのバハムートを一番にクリアしてやるぞみたいなかジョブとかもさこのゲームって、まあ、おそらくその PC 版とかコンシューマー版と同じだとすると、うん、役割が3つあるじゃないですか、うん、タンクっていう盾役と、うん、その DPS でダメージ与える役と、うん、ヒーラーという回復役がいるじゃないですか、うん、例えばその PC 版だったら DPS っていう役割やってたけど、うん、モバイル版はせっかくだからタンクでやってみようかなとか、うん、なんかそういうのもあるだろうし、うん、結構いろんな楽しみ方があると思うんですよね確かにね、うん昔のコンテンツを昔の何度で遊ぼうと思ったら遊べますけど、うん、あその設定あるもんねそう、うん、でも加減ね加減設定ねやっぱそれって、うん、
コアな人がやるから、そうだね、そのやってやろうって人が集まってるから、やれちゃうんだよね。できちゃうんですよあれ。あのね、クリスタルタワー最初に行った時のね、ドキドキ感。みんな全滅したから。あったね。みんなちょっとベヒーモスで一回全滅した方がいい。今落ちてきたけどベヒーモスマジヤバかったんだ。ヤバかったクリスタルタワーの。このスマートデバイス版で、うん、多分めっちゃ増えると思うんですよ。増えるだろうね。周り初心者の方と一緒にやるっていう楽しさは、うん、やっぱここ今っていうかこのサービス開始じゃないと味わえないんだろうなって思うと、うんうんうん、それに対してすごいワクワクします。確かに、うん、まあ、あとさ、このもしかしたらパッチングもねペースが違うかもしれないから、あ、そうそう、なんかこうね躊躇してる間にどんどんさ世界が進んでちゃった。鋭いですねちょうどね吉田さんがそれおっしゃっててだそのペースはその家庭用版、うん、今週 PC 版よりは早くなるだろうみたいなことは確かおっしゃってたよね。なので順番に出してるけど、はい、その皆さんのフィードバックを得てその速度がもしかしたら速くなるかもしれないみたいなこともおっしゃってたし、だからもしかしたらいつか追いつく日が来るのかもしれないけど、その間にはまた原作の方がねどんどん進んでるだろうから、うん、そうね、そうやってやっていくんじゃないかなきっと。だから黄金まで遊ぶのに、うん、今の最新、ね、11年かかんない。そうだよね、かかんないかもしれないねまあ、とかね、1年周期とかになるかもしれないし、分かんないけどね。確かに楽しみですね。あとですね、最後に、この今、動画に流れた BGM が、実はそのソケンさんがアレンジしたものもある、うん、そういうところらしいんで、まあ、そこもその現役プレイヤー、まあ、いわゆる光の戦士と言われている方たちには、まあ、ちょっと聞いて楽しい部分なのかな。はい、ソケンさん働きすぎだよ。いや、ほんまにそう。体を大事にしてほしい。ソケンさん本編だってすさまじい曲数やって、シックスティーンやって、ね、ライブやったりもして ね。この間もありました ね。そのままは出さないぞそう、気になりますね、すごいですね、はい、という感じでございます。はい、ということで、ファイナルファンタジー14モバイルは中国でサービスを開始し、その後に日本を含むグローバルでサービス開始予定です。今後の情報をお楽しみに。ではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。